ありがとう、ココちゃん、こんばんは。あ、ナイス、ありがとうございます。モンタさん、こんばんは。ナイスでしたよ。ありがとう。ふうさん、お疲れ様って。よしみちゃん、こんばんは。よせさん、ナイスに来ましたよって。ありがとう。ありがとう。にゃんにゃんちゃん、こんばんはねって。ありがとうね。あけたん、よせさん、こんばんはって。ありがとう。ボンビちゃん、こんばんは。ナイスだよって。ありがとうね、みんな。あけた、ナイスポチって。ありがとうございます。にゃんにゃんちゃん、はな。つまりどうかなって治ったでしょ。もう治ったでしょ。うん。ゆみちゃん、こんばんは。ありがとう。今片付けたんよ、ここ散らかってるからさ。もうすごいよ。疲れちゃったよ、また。ね。ちぼさん、ゆせさん、こんばんは。ありがとう。すみさん、こんばんは。皆さん、ありがとう。かいとさん、こんばんは。お疲れ様。どんぐりさん、こんばんは、ナイスポチって、ありがとうございます。ありがとう。愛しの、いとしのアンナちゃん、よせさん、ナイス、押したからね、って、ありがとう。うん。にゃんにゃんちゃん、お片付け、お疲れ様、ってね。キティちゃん、こんばんは。しんごさんのお部屋、片付け、片付いた、って、片付かない。あれ、無理だよ。手前だけやっただけ。うん。ね。おんぶちゃん、お疲れ様です。って、ありがとう。ああ、なんで掃除にならないよ。本格的な掃除なんてあんなもんじゃない。ね。こちら、いいね、ニコ。ありがとう、おんぶちゃん。ありがとうございます。ありがとう。なっなっちゃん、風邪じゃなかったのかなって。大丈夫よ。うん。ね、あ、神谷ひろくまさん。ナイスしたよ。ありがとう。これ男性の方よ。ひろくまさん。ね、車に乗ってんのよね。うん。ありがとう。いつもありがとうございます。神谷しろくまさん、ナイス。ありがとうございます。ありがとう。トピちゃん、こんばんは。よせさん、ナイスしたよ。ありがとう。こちら、いいね、10個。ありがとうございます。ありがとうございますね。トピちゃん、ありがとう。キティちゃん、夕食作るのって、もう作らないね。うん、あ、ケンタッキーいっぱい食べたもの。お腹いっぱいだよ。ね、うん、ここ片付けたんだよ。散らかってんの全部。疲れたよ。こっちも散らかってたよ。いっぱい。ね、うん、これね、片付いたよ。おじいさんの食ったもん下げて全部片付けた。おじいさん今の時間になっちゃった。そう。ね、くさびれね。一日ね。今だからね、ハーゲンダッツ。うん、前田かりさんのハーゲンダッツもらって食べようと思って。ね。うん、チコちゃん、こんばんはって。いつもありがとうね、チコちゃん。ナイスしましたって。ありがとう。いつもありがとう、チコちゃん。うん、あ、ゆめるちゃん、ママさん。ナイスしましたって。ありがとう、ゆめるちゃんもありがとう。あれ、よしえもんくんが来てくれたよ。よしえもんさん、ありがとうございます。ありがとうね。うん、アキティちゃん、疲れちゃったね。アイス休憩してね。ありがとう。ゆめるちゃん、メガホン6個。ありがとうございます。ありがとうね。アイス食べるね。ありがとう。うん、あ、疲れた。おばあちゃん、くたびれた。ありがとう。ありがとうね。ジャスミンさん、こんばんは。ありがとう。ゆめるちゃん、メガホン6個。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。なんかさ、暖房ね、つけてたけどね、消したらちょっと寒いな。つけると暑いし、どうしたらいいの？みんなのお家も暖房ついてますか？どうですか？ね。ジャスミンさん、こんばんはって、いつもありがとうございます。ありがとうね。このやつなんていうの、あいつ、うん、ミルククラシック、ミルククラシックだって、うん、すごいミルク入ってる、すごいね、普通のミルクよりミルクが多いよね、うまいねこれね、うん、あ、チボちゃん、ナスナちゃん、バニラみたいな感じかな。そう、うん、
美味しそうだってね。バニラのまたバニラみたい。うん、すごいよね。疲れたよ今日本当、うん。ずっと動いてたもんね。うんうん、あゆみごんちゃんこんばんは。ナイスしましたって偶然。ありがとう。ね、うん、みーちゃんいつもありがとう。こんばんは。ナイスですってありがとう。こちらケーキありがとうございます。みーちゃんケーキありがとう。ありがとうね。朝晩寒いね。日中は暖かかった。ね、うん、ね、ありがとうね。いつもみーちゃんありがとう。にゃんにゃんちゃん、よしえさん。バニラ好きだね。好きだ、うん。バニラと抹茶がいいね。うん、渋くってね。そうだね。うん、スイーツスイメーさん、こんばんは。今日のご飯何食べる？いやいや、ご飯食べたくない。うん、だってさ、ケンタッキーいっぱい食ったんだよ。ケンタッキーフライドチキン。ね、いっぱい食べてさ、うん、これから、ポテト2袋食っちゃった。これでおじいさんが残したケンタッキー、それも食った、うん、もう何も食べたくない、お腹いっぱい。みんなの片付けしてさ、うん、今一息バニラのアイス食ってる。おいしいね、うん、あらねさんこんばんはってね。ナイスしたよってありがとう。みほちゃんおいしそうなミルクラッシュ、お片付け、お疲れ様、ありがとう。疲れたよ、信号の部屋。うん、掃除っていうのは掃除じゃないけどね、うん、掃除はしてねえよ、うん、まあ、そこまでできない、うん、体悪くってね、うん、みほちゃん美味しそうだね、うん、ミルク、クラシック、うん、お片付け、お疲れ様、ありがとうね。スイーツ姫さん、ケンタッキーいいですね。それから風邪気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうね、うん、寒いね、風がね。中はあったかいよ、うちの中は ね、うん、ね、今暖房止めたんだけど、うん、暑くなっちゃった、うん、うまい、うん、こういう時はね、アイスがいいね。疲れたよ。今日もよく眠れと思うよ。疲れたから。うん。慎吾さんなんかよく疲れないね。あんな汚い部屋でね。考えないね。ね。何？ケンタッキーいいです。寒いから。ね。ありがとう。暑いよ。今暑いんだけど、私これ暑いな、うん、暖房つけてたけど止めて、うん、うまい、うん、うまいな、うん、うまい。よっぺまんぺかーんって、何ね、あらねさ、ゆせさん、いつもおいしいものを食べてますねって、うらやましいってね、うん、これもらったんよ、うん、前田彼さんに、うん、送ってくれたんよ、もう2回目だよ。うまいね、高いものをね、これ高いよ、ね、うん、うまい、うん、まゆまちゃん、うせさん、ナイスポチって、ありがとう。ありがとうね。まゆは、まあ、まゆなちゃんだよね。まゆなちゃん、ありがとう。ありがとうね。うん、これ食べると寒いけど、つけずと暑いんだよ。どうしたらいい？わかんなくなっちゃった。食ったらいいだよ、今日も。うん、すげえ疲れた、うん。なんかね。うん、うん、うん、あ、ごめん、うん、まゆみちゃん、うん、みゆまちゃん、うん、みゆまちゃん、うん、
まゆみちゃんだよ、年間みうまちゃん覚えてられるかさ、みうまですってみうまちゃんありがとう、覚えてられるかな、ありがとう、みうまちゃんね、ちょっと難しいな、みうま、ほんと言われてみればみうまちゃんよ、 MIYUMY だもんね、みうまちゃんだよね、ありがとう、ありがとうね、笑うってね、ありがとうね、なんか背中さんいいな、あ、よしこさん、こんばんは、こんばんは、寒いね、夜になると、あ、ケイケちゃん、よしさん、ナイスって、ありがとう、ケイケちゃん、ナイス、ありがとう、ありがとうね、今ね、寒いから暖房入れるね、ちょっと待ってね、ちょっと寒いやん、マスクって消したけどさ、ちょっと寒いな、やっぱり暖房入れた方がいいべな、ロッコイセット暖房入れるか、ちょっと寒いような気もするな、あまり強く入れなきゃいいべ、暖房っていう方でいいんだよな、冷房入れちゃっちゃ困るな、暖房入れたよ、今何、外9度だって、9度、埼玉9度だってよ、埼玉は9度だってね、埼玉9度だってよ、よいしょ、うま、慎吾さんたち羨ましいな、自分の時間が十分あってな、羨ましいよ、ね、私はずっと片付けしてね、疲れたよ、 ありがとう、ああ睡眠とってるんか忘れちゃったもん、ああありがとう、どこまで、よしえもんさん、アイスから食うからなんべって、だから寒いのかな、そうだね、みかんちゃん、よしえさんこんばんはって、 W さん、フロア10なんかだから出行ってる回数で2回言えるんだけど、私1回しか言ってないよ、疲れる、値段は同じ、2回言っても1回言ってもね、こんなに行けないよ、大ごとだもん、大ごとだよ、みかんちゃん片付けできた、あ、綺麗になったよ、もうね疲れるから、休憩して片付けた、ここめちゃくちゃね、うん、よかったよね、もう食っちゃったよ全部ね、カロリーさんアイスってね、ほらよアイス、ね、ね、ちょっと眠くなったね、今こんだけ動いてりゃ眠くなるよ私もね、疲れたな、くたれんで、はあ、もう一つ食う、二つ食うか、ね、はあ、こんだけ動いてる人いねえや、もう一つ食うか、ああ、おことだ、だってあの二人全然片付けねえだよ、何もしねえんだね、食って置きっぱれだで、全部私が全部片付けんだね、参っちゃうだよ、私が面倒見てもらう立場だよ、あんた。どうしようもねえだ、これで。
二人が遊んでんだよ、ああやって仕事しねえで、二人ともテレビ立てっこ見てさ、飯は飯食いや置きっぱなし、なんでも私が杖ついて片付けてんだよ。私は片あの人たちに助けてもらってねえんだよ、悪いけどね、悪いけどあの人たちには助けてもらったことはねえってよ。何でもいいな、もう疲れた、どっこいせ。たまには寝たいよ、ゆっくりな。眠てよ、私だって。何のことだ、ふったれるな、毎日。よいしょ、顔はもう眠ってんだよ、私寝てるで、これ眠ってさ、なんでだ、疲れてよ、私ちょっと座り方が悪いとさ、また大ごとなんだよね、ちょっとしたことだけどね、神経がね、細かいのよ、私ね。たまちゃん来たで、いや困ったな、もうとろみくれる元気ねえよ、もうくれないね、たまちゃんね、ありがとう、おかわり、あ、ごめんね、ぶっ倒すとこだった、よかったね、よしえもんさん、おかわりって、ハーゲンダッツ大量にあるんだってって、そうだよ、もらったんだよ、甘えだかりさんにね、あちさん、よしえさん、こんばんはって、こんばんは、こっち、なんだっけな、ゆうまちゃんだっけ、ゆうまちゃん、みゆちゃんだ、みゆまちゃん、みゆまちゃんだっけ、2つ食べてお腹壊さないでねって、ありがとう、みゆまちゃんだよな、すんぼたつおさん、よせさん、生きてるの疲れるね、どんにかならないかもな、ほんとだよ、どうね、どうにかならないもんかな、そう思うよ、すんぼさん、二人はいつも楽だよ、みゆまだよって、そうだいね、みゆまちゃんだいね、よせもんさん、ありがとう、ありがとうね、さっき教えてもらったんだよ、ありがとう、すんぼさん、ほんとだよ、どうにかならないか、ほんとだね、わかるよ、わかる、どうしたんだよ、これ、あれこれどうしたんだべ、これ蓋だけでさ、中こう剥がすんねえで、今まで中剥がすのあったんだよ、なんでねえんだい、おかしくねえか、大丈夫かい、息するのも大ごとだって、ほんとだよ、プーさん、プーさんの言う通り、よしもうさ、ニューマだよってね、そう、つんぼさん疲れるよ、プーさん、息するも大ごとだって、ほんとだよね、よせもんさん、ペロペロって、そうよ、舐めるわよ、なんでも、そうよ、もったいない、ね、これ洗うんだよ、いつも私、流しで洗うと粘っちゃうんだよ、なんでも、ね、さゆりさん、お掃除お疲れだな、疲れた、ね、ほんとくたびれた、これからこっちだろ、もう参った、なんかこれ栗の味がするんだけど、栗、栗、カロリーさん、疲れるとへも出ないよ、ため息ばっかり笑う、その通り、あずかちゃんナイスポチって、ありがとうございます、ありがとう、よせもんさん、クソって、クソ出ね、もう出ね、
ふんづまり、ふんづまりだ。交換するだべ、うん。ありがとう。ありがとうね。あ、ゆうたん、ありがとう。よせさん、延長します。はい、します。ゆうたん、ありがとうございます。ゆうたんさん、ありがとう。ありがとうね。うん、眠くてさ、もう。今日一日すごい疲れた。うん、よせ、もう。いもし、いの、欲しいもん、何食べ、何あ、何食べるんだっぺよって、うん、欲しいもすればな、うん、便秘が治るわな、うん、欲しいも高くてな、どうもな、うん、前はと、あら、いも、これあれが入ってる、なんだっけ、栗だ、うん、うん、愛しのアンナちゃん、園長ナイスって、ありがとう。なごとろー、ライン下り、人生も、激流も乗り切るまでさ、うん、これ私じゃない。何これ何これ誰これ、ええ人生も何も乗り切るだって、これ慎吾さんじゃねえかい、この顔、後ろにいるおじいさんじゃねえの、おじいさんが船漕いでんじゃない、違う、うん、違う、そうだよね、うん、人生の荒波も乗り切るだけだって、そうだよね、うん、二番目、慎吾じゃない、違う顔が。そうだよね。後ろで漕いでるおじいちゃんだべ。すごいね。面白いね。最高だ、うん。いいな、これいいな。うん、面白いよ、うん。面白い、うん。人生乗り切るだけだね。そうだね。うん、あ、えみちゃん、こんばんは。ありがとう。うん、みゆまちゃん、笑うってね。あやしいもん、こぎてーちに、そうだってよって。そうだ、うん。こぎてーちに、そうだな。うん、あすかちゃん、そうだねってね。うん、ゆうたん、パチパチ、笑うってね。ドラえもんさん、救急車、こぼれたけど、今はお家に帰って、娘さんが見てるんかし。見てるらしい。あ、そうなん。え、救急車で運ばれたけど、今はもう家に帰ってって。あの人、うん、あれなんだっけ、あの、なんだっけ、うん、あ、何、早さ、船漕いでると、明日のち、いっちゃいそうよ。ほんとね、つんぼさん。マリンちゃん、片付けお疲れ様。ドラえもんさん、デイサービス、おばあちゃんの利用者が、知恵、うん、意識飛んだんだよ。そうだ、困ったね。かわいそうだね。ね、大変だね。もう年寄りな、いつもどうなるかわかんないよな。もう私もダメだ。76だもの。もう私も限界だ。くつっかれちゃって、毎日が。そろそろヒーター出すだんべーって、そうよ。かかってるよ、今。暖房つけてよ。うん、もう寒いよ。ね、うん、寒くてダメだ。うん、たまちゃん待ってんだけど、食いてんかさ、食いてんかい、くれなくちゃかさ、待ってんだけど、チュール待ってるんかな、困ったな、チュールくれる、うん、そうね、ハッチュさん、チュールかなってね、いがねえで、なんでこんなに用があるん、今やっと育ったのにさ、参ったよ。
みんなくれねえんだよ、誰もな。私だけなんだよ。片付けしたり、猫にくれたり、自分はやっと座られたんだよ。参っちゃうよ、これじゃ。私の方がどっか運ばれちゃうで、あんたも。あの世よ、もう。あの世しかねえわ、行くとこはな、たまちゃん、私は。あの二人もいいな。あらあらあら。あの二人。毎日楽してんだからなあ、たまちゃん。あの二人にね、な、中力痛いってな、動かねえからな。男は全然動かない、全然動かねえ、全然動かねえ、全然動かねえでな、何もしねえ。毎日休んでる楽な人生ね、羨ましいわ。あれで生きていれば困らないわ。どっちも。たまの面倒見てくれよな。頭くらいな、お私ばっかり骨折らしてよ。文句言いたくなんべよ。こんなこと言ったらアイスが溶けちゃうべよ。頭くらい。ああ、おことだ。疲れちゃったもん。動くんだ。絞れねえ。たまちゃん待ってんだけど、まだ絞るんがおことなんだよ、手が。ああ、おこと。なんでも私じゃひでえやな。私、体悪いんだからよ。普通の人間だと思ったら大間違いだよ。そうなんだよ。みんながやるべきじゃねえの、こういうの。ね。具合の悪くねえ人が。そうでしょ。なんで私さ、足も腰もぐらぐらでさ、こういうことまでやんなくっちゃうの。ほんと不満が多いよ。大ごとで生きてるんだよ。大ごとだーってな、もうくっついちゃったよ、また。拭かなくちゃなんで。ああ、大ごとだ。どうしていいか分かんなくなっちゃったよ、自分の人生が。本当にもう、なんか自分で分かんねえよ、もう。ここまで大ごとな思いするんじゃ。早く死にてんだけど、誰か死ぬ方法教えてくんねえかな。ああ、たまちゃん。私ね、動くなんか何とも思わねえよ。具合が悪くなきゃね。具合が悪いから、どうしませんね。息が苦しいし、息が苦しいし、大ごとで、人の大ごとなんか何もわからねえな。眠いし、睡眠不足で。ケンタッキーなんつう。若者が食うもん食わされて頭おかしくなって、若者だんねやけんかって、私はね寿司を買ってきてくれって言ったんだね。若者ケンタッキーなんてね気持ち悪いやんた、油だらけでよ、年寄りが食うもんじゃねえなんだよ、年寄りが食うもんじゃねえってよ。ちゃん、食って帰ったで、玉の嬢。玉嬢を舐めて帰ったで。舐めて帰ったよ、玉の嬢が。こんなことしてる間によ、もうあれなんだよ。アイスが溶けちゃう。参っちゃうね。ね、二人楽してんだからよ、二人で。何もしねえんだよ。俺で食ったもんはみんなカウンター下げて俺に荒らしてよ。たまったもんじゃねえべ、人生。なんだこれ。おかしくねえかい。反対じゃねえかい。わいと。あごとだ。あごとだ。ありがとう。ありがとう。なんだこれ。ってね。いけるのとか死ぬとかなんだろうってね。ヨセさん、こんばんはって、ランちゃん。マリンちゃん、ヨセさん、いなくなったら大変だよねって、そうね。金の面でもね、お人事も大変だと思うよ。私がいなかったら。
タデちゃん、だいぶ前に倒れて、サンズの川渡りかけたね。そうだよ。今、起こってない。そうだよ。サンズの川から帰ってきたんだよ。よし、エモンさん、アイスくべって、ありがとう。アイス溶けちゃう。栗が入ってんだよ、栗。栗のハーゲンダッツ。うまい。うまい。カロリーさ、うまそうだーってね。栗の味。うまいね。ハーゲンダッツは高いからね。すごいね。ダンちゃん高いよね、300円以上するべ、一つね、すごい金ね、すごいよね、すごいよね、すごい高いんだよ。やたら手も出せない。言ったよ。夜ご飯はアイスだけって、そうだよ。私、と食ったもん。ケンタッキー。ね。みーまちゃん、ケンタッキー、どうした？美味しかったですか？うまいけどさ。あの年寄りが食うもんじゃねえな、若いもんだよな。ボアちゃん、アンニョン、あ、何、あ、アニョンハセよって、何これ、アニョンハセって何、アユが長い、ど、なんだべ、意味がわかんねえんだけどね。アニョンハセ、あ、韓国人です、そうなの。まあ、ヨセさん、ジュリーちゃん、ヨセさんこんばんは、ナイスおしに来たよ、ありがとうございます。ジュリーちゃん、いつもありがとう。はいよ、笑うってね。ヨセモンさん、ツンボタツオさん、ケンタッキーとアイス、お笑う、大丈夫ヨセさんって、ありがとう。これね、2個目だよ、ケンタッキー2個目じゃね、アイス2個目、ありがとう。ようちゃん、ヨセさん、胃腸や強いですね。そうかね、ランちゃん、風船プレゼントって、ありがとう。ありがとうね。ランちゃん、こちら、KP、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ね。なんか今にも眠ってそうな顔してね、眠ってんだよな。疲れてんだ、ほうどだよ、ありがとう。ジュリーちゃん、ヨセさん、夕食ケンタッキーってね、あ、そんな食わないよ、ああいうの嫌だよな、若い人のだよ、ケンタッキーなんてあんまり食いたくねえよ。私は、違うもん買ってきて、お寿司でいいんだよ。坪達夫さん、オラケンタッキーとアイス食べたらゲリピーになるよ、笑ってね。よせも、寒いうちだっぺって、そうね。ナピちゃん、よせさん、こんばんは、お元気ですかって、ありがとう、ありがとう、風船ありがとう、ありがとうね。お前元気じゃね、いつも動いてる、くたびる。おこさん、ありがとうございますね。ずっと動いてる、休憩してる間ね。
片付けよみんなの。だから用事じゃねえんだよね、うん、ありがとうね、うん、あ、何食べてる、ふ、だからこれ、ね、ハーゲンダッチュ、ハーゲンダッチュよ、うん、マロン、うん、そうか、マロンって言うんだ、これ、うん、ああ、そうね、栗じゃマロンだね、ああ何これ、長とろーよき、すげーに哀愁を込めて歌手デビューしたよ、地元の歌を歌うって誰だろう、ええ、歌手デビューしたんだってよおじいさんじゃねえの、何長トロブルース、死ぬまで何だ、だましてって長トロブルースか、死ぬまでだましてだってね、浅場純さん歌ってね、へえ、歌手デビューしたん、すごいね、長トロブルースかっこいいね、長トロドゥルースじゃねん、違う、長トロ死ぬまで大な、死ぬまで、大マシアって何、死ぬまで騙して、うん、死ぬまで騙してと長トロブルースだって、うわらうわらうね、うわらうわらうわらうってね、あ、こっちか、こっちをありがとう、ありがとう、ありがとう、ナッピちゃんマロン美味しそうだって、トシカオさん風船5個ありがとうございます、ありがとう、スンボタスオさん変顔ハゲてるダッツ食べてるんだ笑うってね、ハーゲンダッツだもんね、食べるよ、マリちゃん、妖精さん、こんばんは、ナイスしたよ、ありがとう、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうございますね、うん、ああ、ありがとうね、ねえ、くなっちゃったよ、疲れちゃったよ、ああ、おつ。これくっついてますね、うん、おいしいね、うん、どうじゃねえ、笑って笑うかね、他に食べ物ないってあるよ、あのね、ケンタッキーのあのなんだっけ、パン、パンある、もう十分食べた、ケンタッキー食って、あとはケンタッキーのバーガーが食べてね、あとはね、いっぱいある、なんだっけ、あと何食ったっけ、あ、フライドポテト、フライドポテトに、メロンソーダ、もういらない、もういらないよ、お腹いっぱいだ、ね、冷めたらまずいんだってよってね、冷めたらまずいんだって、そうだよね、まずいよ、うん、もうお腹いっぱいだよ、あ、こんなの子供が買ってくんで、親はこういうの好きだねえで、うん、もうくたびれた、貸し休憩もしてえな、これで持つかな、毎日毎日疲れるかな、おじの、
ありがとう、あらら、なに、シンゴハゲてるってね、マリちゃん、ヨセさん、こんばんは、ナイスしちゃう、他に食べ物ないって、食べたらまずいとってよって、アヘイケさん、いつもありがとう、ヨセさん、頑張ってって、ありがとうございます、ヘイケ様、ありがとうございます、ありがとうね、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、孫末こちら花火、花火、AK 様、ありがとうございます、 AK 様、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、チーボさん、AK さん、パチパチってね、うん、そうね、うん、ありがとうね、皆さん、うん、なんじゃこりゃあってね、ヨセも、なんじゃこりゃあってね、なに、うん、ね、うん、眠ってな、やんちゃん、何これ、沖縄あったかいよって、そう20度ある、そうなん、うん、ここはね9度だった、関東9度だったね、9度、そうなん、うん、20度あればちょうどいいね、そうだね、うん、そっか、ねえ、何、たどちゃん、ひどくないの、同じ体勢で座ってる、ありがとう、腰負担になるよ、そうなん、ありがとう、だからだね、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、サンマサイ、トピちゃん、 お疲れ様です、ありがとうございます、トピちゃん、花火、花火、ありがとうございます、トピちゃん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ママちゃん、アルさん、ヨセさん、お疲れ様って、ありがとうございます、ありがとうございますね、うん、ありがとう、猫が寝ちゃったよ、トピさん、ママさん、ナイス、ありがとうございます、ありがとう、トピさん、チーボーさん、これさ、
眠っていな。ありがとうございます。わあ、まさあ、ナイスってね。すごい疲れてそうだって。疲れてる。それも達夫さん、ヨセさん頑固っていうのに。最後、それもう何か、いや、ないって。ママさん、寝てりゃ落ち着かないよってね。つぼさん、よせさん、頑張ってる。しんごさん、何もしないで。あら、たつはね、そうだね。みゆきちゃん。あ、みゆきちゃん、ありがとう。どこ行っちゃったね。どこ行ったの？あ、みゆまちゃんだ。ごめんね。すごい。疲れていそうだってね。つぼたつぼさん、よせさん頑張っているね。しんごくんや何もしない。腹立つわなってそう怒るわよ。ママちゃん寝て、落ちるよってそうなの。ちぼさん休憩なし。ずっと片付けしてたのかな。うん、休憩したよ、さっき。ここの片付け全部やった。ケンタッキーとおじいさんがあそこカウンターいつも食べたもんだぞ。お皿とか全部片付けたよ。私疲れちゃったよ。ずっとだもん。あの二人何もやんないで毎日毎日お茶テレビ食ってまんま食ってここに出しとこ。あっちは食いてえもんは自動車で行っていつも食べてくる。贅沢だよね。ね、何お寿司と何焼き鳥頼んだのにケンタッキー買ってきたよね。あーって本当だよね。そうだよ。お寿司だったらこうなんか散らかんねえで、パック一つ全部骨とかさいっぱいあるわけよ。全部片付けんだよ私が。疲れちゃうよこれよね。ゆうなちゃんナイスしたって、ありがとう。ニコちゃん、何腹立てる時間もったいないよ。自分の人生なんだから。本当だよな。わかる、わかるよ。そうだね。本当ね。困ったね。ナイスしましたって、ありがとうね、ゆなちゃんね。ニコちゃん、腹を立てる時間もったいない。その通りね。こたつ暖かいだって、ってこたつ作ってないよ。暖房入れた。ニコちゃん、ヨセさん、体休めてくださいって、ありがとうね。ありがとう。こちら、アンナちゃん、ヨセさん、こんばんは。ナイスしましたって、ありがとう。ありがとう。ほどさんに登るって、よちよちしない。山に登るよ。よちよち卒業だってね。面白い。面白い。あら、長瀞アルプス、ほどさんだってね。すごいわね。かっこいいわよ。ね、よちよちしないんだもん。すごいね。
大和田さん、アルプス登山だよってね、すごいね、ほどさーんって書いてあるね、かっこいいな、うん、こういうの見ると目が覚めるよ、うん、ありがとうね、そうすると目が覚める、こういうのね、うん、こういうの見ると目が覚めるよ、ありがとうね、ほんとね、もう眠くってさ、うん、山に登るよ、よちよちは卒業だーってね、こういうの見ると目が覚めるね、かっこいいね、うんうん、どうせおじいさんだと思ったんだ、うん、ランチャーヨセさん無理しないで疲れてるよって、ありがとうありがとうね、ヨセモンさんアイス食べるって、もう2つ食べたよ、2つ、3つは食べ過ぎだよな、ありがとうありがとうね、雨舐めるか、雨がいいかね、うん、目が覚めるんじゃね、雨舐めるとね、雨がいいか、雨にする、うん、雨でも食うか、うん、ありがとう、アイスはもう3つじゃな、食いすぎるだって大きい、立てねえんだ、ここつかまね、自分の自力で立てない、うん、はあ、大ごとだな、大ごとでもな、生きてねえと困るからよ、うん、大変だってよ、うん、大変だって、大ごとでも生きてねえと、あれ、うえ、ありがとう。信号家の火事ぐらい、だねやってね、あなたね、とね、タリちゃん、本当だよね。よせもんさん、大変だって、大変だ。何するも大ごとだよ、自分で立てねえんだよ、それを立つんだよ、ああみんな誰もつけてくるね、ありがとう、なんだこれ、なんか来たね、これ何すげえ、秘密のプラセンター様、お思いを乗せたドリームレーター届きました、お母さん体大切に、ありがとうございます、秘密のプラセンタ様、ありがとうございます。こちら、思いを込めて、ドリームレーター、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね、お母さん。体、大切に、ありがとうございます。あ、ドリームレーター、ありがとうございます。ありがとうね。あゆみちゃん、ナイス、パチパチ。ちぼちゃん、パチパチ、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。ブリ、ブリ、チーボちゃん、パチパチ。ユミちゃん、ナイス、パチパチってね、うん、こちら、ブリコさん、レター、パチパチ。ナツイちゃん、ヨサロー、ハゲは。ハゲ、ハゲはね、ケンタッキー食って、今自分の部屋だよ。寝てると思うよ。眠っていいから。ハゲは。ハゲはね、自分だけ食いやね、腹が一定なんだから、すぐね、あれね、便所行って、うんこしてね、製造機なんで、ほいで寝てるんだよ。立派なもんだよ、あんた。ハゲ、ね。ハゲだよ、うちの。ハゲは寝てるよ、ね。ありがとう。なに、マリンちゃん、どうしようもないね。笑うってそうでしょ、ね、おじいはテレビだよ、おじいはいつも私一人でこうやって動いてるの、かわいそうなもんで、うん、なんかトローサーカス、ハゲはサーカスやってるよって、うん、ハゲがサーカス、ほんと、うん、ハゲがサーカスやってるってよ、うん、あれ？どこにハゲがいる？かわいいね。ハゲじゃねえよ、これ。何？ドーナツ？うん。かわいいね。かわいいね。うん。かわいい。ね。うん。長くとろーサーカスだって。うん。ハゲはサーカスやってるよってね。うん。かわいいね。マリンちゃん、どうしようもない。笑う。タディちゃん、
うんこするとき、仕事するやな、笑うってね。うん、あ、飼い主さん、こんばんは。部屋掃除、お疲れ様。いやいや、部屋掃除ってほどじゃねえよ。うん、ちょっとね、うん、全然だよ。あれ、掃除のうち入んない。こ、うん、んなもんじゃないよ、うん。ありがとう。でもありがとう。ね、よしもさ、僕も可愛いだっぺよ。でも、そうだね。可愛いよ。可愛い僕も。うん、ね、僕可愛いよ、うん。ありがとうね、うん。野田さん来ねえな、僕というな、うん。普通にある顔だっぺって言ったでしょ。うん、野田さん来ねえな、最近。うん、僕可愛いよ。うん、僕可愛い。ね、うん、僕可愛い、ね、うん。ありがとう。ありがとうね。まったくね、うん。眠たくなっちゃったよ。うん、寒くなったな。うん、みなち、あ、アメアナちゃん、ヨセさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。ね。みんな寒くね。急に寒くなった。うん、暖房強くしてくれ、うん。ここにあるんだ。ありがとうね。暖房強くする。ああ、困ったな。足出たっぺよ。自分の足が前でねっぺよ。大ごとだよ。火が出た、火が出た、どこに入れたってな。ああ、疲れた。今日はよく寝られるぞ、こんだけ疲れりゃ。参ったな。参ったな、有田さんが。何度にする？今9度かい。ちょっと強めにしたい。火が出た、火が出た、うん、月が出た、うん、まん丸お月さん、見るを見る、あ、出て、うん、おばあさんくたびちゃって、うん、そうよ。だって向こう片付けてさ、ケンタッキー全部片付けたの。皮とか骨がいっぱいあってさ、そうじゃねえよ、うん、寿司とあれだ買ってくれよ、こんなに片付けるじゃねえんだよ。そうなんだよ、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、ドラえもんさん、屁が出たのかよって、ビチビチってね、うん、世の妖精も、うん、ね、うん、ほのかちゃん、いつもありがとう、こんばんは、妖精さん、ナイスフーしたよ、ありがとうございます。こちら、ふわっちくんメガホン4個、ありがとう。ほのかちゃん、ありがとうございます。ありがとうね、ほのかちゃん。ありがとう。いつもありがとうね。ドラえもんさん、俺もへー言ったでってね。ママさん、ヨセさん、寒いから靴下履いて冷えるよってね。ありがとう。また靴下嫌いなんだよな。頑固な。うん、ありがとうね、うん。ありがとう。あのライモンさん、これからどんどん寒くなる。そうだね、うんうん、寒くなっても寝るとこねえんだよ、うん、私は、うん、もうどうしようもないんだよ、うん、パレットさん、今日は寒いですね、ナイスしましたって、いつもありがとうね、パレットさん、ね、うん、みくりちゃん、こんばんは、ナイスポチッとなってありがとう、ありがとうね、みくりちゃん、ありがとうございます。ドラえもんさん、俺も家で靴下履かないよって、うん、私もなんだよ、ね、仕事行くとき履くの。ドラえもんさん、そうだよね、ありがとうね、うん、マケリンちゃん、よしさん、こんばんは、ゆっくりできたかな。できねえんだよ、マケリンちゃん、みんなが食ったケンタッキーの骨とか、うん、ああいうのね、ちゃんとね、うん、捨てるまで
入れとかないと臭くなっちゃうから、ああいうの片付けたりね、あとはどんぶり洗ったり、ずっと動いてたここでね。みんな食いっぱれ、カウンターに全部置いとく、食べても。それとかケンタッキー全部きれいにして、骨とかね別でね、用意じゃねえんだよ私、休憩して寝てないねんだ、片付けばっかり。でもね、ゆなちゃんもう寒いからね、暖房器具つけてますか？つけてるよ、今つけた、ヨーマにね、さっき暑かったから止めたね、そうね、暖房器具つけてるよね。マキリンちゃん、お寿司を買ってきてくれたらそこまで大変じゃなかった。そうだよ、お寿司開けたら簡単だよね。どうじゃないよね、あのなんだっけ、メロンソーダ買ったりさ、蓋取ってさ、あとね、あの継いできたあるコップみたいなのも湯水で2つまとめてね、よいじゃね、ケンタッキーよじゃねえよ、骨があるしさ、もう死にそうだよこっちは、参ったね、昼間と夜の疲れ参った、恐ろしいよ、疲れんな、参るね、参る、参るよね、ピューさー横になってね、ありがとう、ありがとうね、みかんさん、私は暖房よ、いや何、暖房より電気ストーブの方が暖かいよって、そうなの、ミュウちゃんゆっくり休んでくださいね、ありがとう、ありがとうね、疲れた、こんなに疲れるまでこき使うまれる人っているかさ、女でいねてもね、あの際で楽だからね、いつもみんなはね、自分の時間十分あってテレビ見て、向こうは何もしね、毎日休み、ありがとうね、私だけでいつも忙しいのね、ありがとうパレットさん、今日はお疲れ様でしたね、ありがとう、片付けたいうちへんねえで、もう嫌になって逃げてきた、あんなもんじゃねえで、テーブルの下もゴミがいっぱい、でも私やってね、テーブルの下とか、持ってくれも無理だよ、腰がおかしくなったね、丈夫な体持っててさ、あんな部屋にするって普通の頭じゃねえでね、何昼から配信してたのね、遅いけどね、いつもこんな早くからやらないよ私、みかんちゃん、よせさん、同じ飴舐めてるよって、そうなん、パレットさん腰痛めたら大変ですよってね、そうだね、もう腰痛いんだよ、足も痛い、まっちゃうね、ね、本当だよね、あのハゲよ、ハゲたはず、今日何曜日だっけな、金曜日か、金曜日か、ありがとう投資家をさ、いいねを2個、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、すみれちゃん、ご飯はポチ、こんばんはだ、ごめんね、こんばんはポチ、ありがとうすみれちゃん、
ありがとうね、うん、いつもありがとうね、すみれちゃんね、うん、いろいろなことあったのにね、ありがとうね、うん、ママ私は去年腰の手術をしたよって。そうなの、大変ね、うん、私、うん、怖い、うん、ママちゃんケーピーごこーありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、みかんちゃんレコルトお姉さん始まったね、私は見ないけど通知来たよって。どうな、うん、そうでしょ、始まったでしょ、もうね、昨日やんなかったんだよレコルトさん、つんぼたつおさん、ケイピーさん、こうありがとうございます、ありがとう、つんぼ様ありがとうございます、ありがとうね、ほな、デコルトさん昨日やんなかったね、お休みだってね、うん、少し、うん、してたよ、あ、少しやってたの昨日、本当、うん、昨日は少ししてたよ、見なかった、うん、ドラえもんさん今日はデイサービス60歳過ぎの契約に何怒られた、ほら、うん、契約的に、うん、うん、怒鳴られた、うん、怖いね、うん、うん、みかんちゃん、うんって、そうなん、ドラえもんさん責任転嫁か、それとも俺が悪いのかわからないがって、そうなん、怖いね、うん、怖いね、うん、契約社員のおじいだよ、そうなん、そうなん、用じゃねえね、うん、仕事も用じゃねえね、ドラえもんさんね、そうだね、うん、たーくん、おばあちゃん来たよ、ありがとうね、ありがとうね、みおちさん寒いので体調気をつけてくださいってね、乾燥とか、ありがとう、みおちさんありがとう、みかんちゃん私はよせさんを中心に見てるからね、ありがとう、ありがとうね、エレナちゃんよ、よせさんただいまーって、ありがとうございます、ありがとうね、うん、バーブルバーロン、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね、うん、寒いね、ね、うん、京都も寒いでしょ、ね、うん、ねえさ、寒いよな、うんうん、京都も寒いと思う、寒いと紅葉も綺麗だね、そうだね、うん、紅葉きれいだね、京都ね、うん、ね、いいな、うん、京都はいいな、うん、鴨川ブルース、うん、京都いいな、うん、鴨川ブルース、鴨があるよね、うん、鴨があるよね、京都いいね、情け流した鴨川に溶けた泡雪はかなくてつね、好きや好きやとなんとかね、うん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 、なんか京都いいね、盆土町、盆土町いいね、舞妓はんね、舞妓はんとさ、な、芸者さんいるよね、花町いいね、みかんちゃん、私年寄りが大好きなんだね、そうなん、私のおばあちゃん昔に亡くなったからね、そうなん、うん、うん、うん、おばあちゃんが昔亡くなっちゃった、そうなん、うん、うん、寂しいんだよって、そうだよね、わかるよ、
わかるわかるね、うん、もう寂しいね、うん、ね、うん、おばあちゃんといた時はよかったね、うん、ね、全くね、うん、全くね、そっか、うん、私はさ、うん、一人じゃねえけど、うん、いねえようなもんだよ、口っかねえから二人とな、うん、何もしねえよ、いねえほうがいい、あの二人は、うん、金かかる、うん、金かかる、ね、れいなちゃんよ、寒いんですよ、鴨川辺、もう、何鴨川辺に、もう、よく冷えます、こうなん、うん、鴨川ね、うん、そうね、鴨川ブルース、何ブルースだっけ、うん、あったよな、うん、情け流した鴨川にとね、なんだっけ、ラルノルノリナララ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 ラボンボンゾーン、ボント町とかいろいろ鴨川ブルースいいな、うん、忘れちゃった、うん、みおちさん前に一度お母さんと呼ぶとこ聞いてみたいです、前に、うん、一度もお母さんと呼ぶとこ聞いてみたいですって、そうなの、りんごさん言わねえよ絶対、よっさんつんで、よっさん、うん、ね、言わない、あの子言わねえよ、ありがとう、うん、寒いよねってレイナちゃん、そうよ、言わないよね、うん、いつもよっちゃん、よっちゃんでいるから笑うって、そうでしょ、そうだよ、うん、ダメだあの子、うん、バカな子だよ、食っても平気でほっぽっとくんだよ、箸でもなんでも、うん、畳がゴミ箱なんじゃねん、そう思うよ、うん、畳がゴミ箱、うん、畳広いからいいね、ゴミ箱でかくてね、うん、たまげるよ、うん、食ったもん全部ほっぽってやる、箸でもなんでも、うん、すごいね、うん、で畳にね、なんかくっついちゃって落ちね、うん、もうそんなとこ吹かねえ私は、そこまでできないね、人間の住むとこじゃねえよあれは、気持ち悪い、うん、とてもじゃねえけどね、うん、みおちさん、私も母をゆきえさん、おばあちゃんをよせさんと呼んでみようかなって、もう、うん、ゆきえさん、おばあちゃんをよせさんと呼んでみようかなって、うん、どうぞね、ほらね、みおちさん、だきさんか、だまきみやね、ありがとうね、うん、ね、なんか音がする、ね、たまちゃんかな、たまちゃん注いでるんかさ、鍵買ってるんかね、あのバカ二人、わかんねえで、私買えねえから、あれパパ、あ、どうぞ、また腹減った、ここにパンがあるで、あるよ、どうぞ、何でも食ってください、ね、はい、どうぞ、はい、はい、焼いてないのか、焼いてねえってさっきのだよ、配信だよ、やってね、今やってる、はいよ、はいよ、これ皮が剥いてあるからね、おこちるようにしてくんない、皮剥いてどんなもんだか中見た、こぼさねえように食ってね、おじいさん腹っぺらしね、遊んでてすごい腹が減るみたい、すごいね、タフだね、ね、おじいさん食欲出てきた、ね、すごいよ、うん、
すげえ食欲。これ食っていいかいだって。もう結構食ってんだね。マクドナルドじゃねえ、あれも食ったよ。なんだっけ、ケンタッキー食ってさ、すごい食欲。何あげたんて、あれよ、なんとかバーガー、バーガー、バーガーあげた一つ、バーガーとケンタッキーの焼いた肉もやった、何もしなくても腹は減るよ、笑うってね。そうなの、コンツンボさん、テレビ見てるよ、テレビ毎日テレビ見てる、横になってな、何もしなくても腹が減るんだ、すげえな、部屋も汚ねえよ、ジジイの部屋汚ねえ、食うことが、ね、食うことだけが生きがいか、ね、またな、電気つけてよ、な、生活費誰も残さない、俺一人で暮らしてんのと同じだね。うまいちゃん、レント、うざいですね。ってね。そうね。アミオチさん、シンゴの絵より食わせてやる。よく食わせようよって。そう。みかんちゃん、酒やめたからいいやん。ああ酒な、酒かいげねえべ、いげねえべ、いげねえよ、悩みの種だ、酒やめてカフェオレガブガブってね、そうね、ひんちゃんばあちゃん体調いいですか、今あまり良くないんだよね、動きすぎて、みかんちゃん食べることぐらい許してあげてよってね、まいちゃん毎日何してますかね、コメントはしませんかって、ありがとう、ありがとうね、まいちゃん、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございますね、すごいね、うちのおじいさん食欲、すごい、あの子ね寝てないでね、フジマートで半額買ってくりゃいいんだよ、今半額だからさ、明日食べるものがなくなるぜ、おじいと私は、あの子はね、今買いに行けばいいんだよ、半額だから8時半でしょ、おじいと私食うもんなくなるよ、またね、酒やめてってね、ふばちゃんこんばんはって、いつもありがとう、ありがとう ね、朝晩寒いね、しばちゃんね、昼間暖かかったね、そうだね、ワンちゃん、しんごさん寝ちゃったのって、寝たんじゃね、お腹いっぱい食うとすぐ寝るんだよ、いるね、ね、イベント盛り上げたいさ、はい、腹は酒をやめれば腹が減って健康になるだっぺって、そうだっぺな、こちら金のメガホン、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ワンちゃん、フジマートどんどん買って来させようってね、寝てる、寝てる、あの子できねえよ、どうせ、わがままだね、寝てるよ、あれでもさ、土曜日が20% オフ、定価のね、20% オフ、髪の毛すげえな、押してくるわ、誰の髪の毛
タクちゃん、赤ちゃん、信号だって、赤ちゃんの信号どこにいるん、ワンちゃん振り回そう、どんどん、うん、買ってきさせようってね、うん、どこがいる、うん、赤ちゃんの信号がいる、ありがとう、うん、赤ちゃん信号だって、そうなの、うん、ここに出た、うん、どれかな、ありがとうね、どこ、赤ちゃん、うん、あ、ありがとう、あやらさん、朝極めれば暖かく結婚になるんだっぺよな、ありがとう、ありがとうね、うん、秘密のプラセンター様、ありがとうございます、ありがとうね、こちらイベントさん、金のメガホン、ありがとうございます、ありがとう、タクちゃん、赤ちゃん信号だって、ね、みーさん、ヨセさん、こんばんは、メガホンごっこ、ありがとう、ありがとう、ジャスミンさん、タマちゃんだね、ありがとう、ありがとうね、うん、タマちゃん外に出てんかな、タマちゃん外に出てんかな、何、猫の声が赤ちゃんっぽいよってと、そういう意味ね、のちゃん、まずの声か、赤ちゃんっぽいよって、マキリンちゃん、タマちゃん、にょーんって、にょーちさん、あいはるな、猫のパパになってるね、ぬまるちゃん、悪いけどナイスして、ありがとう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 、もう困ったね、眠ってんだよ、なんか歌うたいは寝がたないんだけど、歌もねえんだよ、寝がたねえんだよ、うん、水？うるせえな。言うじゃね。何回来るんかね。まいっちゃう。何回来るん。ね。あうるせえ。こっちは居眠りしながらやってんだよ。眠くてよ。あれやってるか。何？まだやってるかい？やってるよ、やんなきゃおめえなんだよ、向こう行け、このクソじいちゃん、たぶきはもっと強くするよ、ああ、寒いかい、二つつけられちゃかなねえからよ、暖房よ、皆さんに払ってもらってませんかね、信号さんには、私自分で全部払ってんだから、生活ね、自分が働いてきたからねさ、うん、とんかつ年金まで使われてよ、こんなんで怒らねえもんないね、ヨタやろヨタガキがおめえ、ヨタやろジジイとヨタガキで、どっちも金起こさねえで暮らされてんだから嫌な、おじもん食ってな、立派なやつがね、ヘロジジイクソジジイヨタジジイやっとってな、どうぞね、タマ来たよ、タマちゃんどうした、外に出たら寒いんだんだよな、タマちゃん寒かったんじゃねえの、いいよね、おじいさんね、歩けるからね、おちっこはさ、おちっこは出なくても歩けるからいいな、あ
早用じゃねえ、どっちがいいんだかわかんないけどさ、うん、どっちがいいんだか私にはわかんない、うん、私は歩くんが不自由だからね、どうしようもない。ありがとう、ありがとう、ね、あ、プリコさん、ヨセさん大変だねって、そうね、ミオチさん、アイハラも出るってね、うちじ喜んでたの、なんだ笑うってね、ミオチさん、パチンコ買ったらどんどん払うから暖房惜しまなくつけさせてよってね、うん、パチンコで買ったらどんどん払うから、うん、暖房惜しみなくつかせ、何つけさせようよって、そうなん、うん、ね、つけさせてるよ私、うん、年中つけさせてるね、うん、さっき暑かったんよ、だから弱めた、うん、ずっとつけてるよ私、うん、夜、うん、昼間ね12時頃になったっけ、そん、うん、お日さんが温まると、あ、温まるからね、うん、俺私起きるの遅いから、うん、11時頃まで寝てるからね、うん、ダメだあのジジイは、ここにいるからね楽はできるんだよ、一人で暮らせねえあのじじい、羽がねえんだから。トニー、田中さん、ヨセさん、今日は何食べた、私、うん、あれケンタッキーの肉食って、うん、あとマクロドナルドのパン、ああいうの食って、あとはフライドポテト、うん、フライドポテト2つ食ったよ、もう腹いっぺだよ、ね、うん、トニー田中さん、ヨセさん、今日は今言ったんだよね、頭おかしくなっちゃった、ありがとう、うん、ありがとうね、もう十分食ってる、うん、逆流するよ食べ過ぎると、ね、逆流す、嘘じゃねえよね、十分食った、うん、慎吾ね、あの子ダメだよ、今半額だからね、買い行けばいいんだよ、明日食うもね、胃がねえだんべ、寝てね、腹いっぺだからもう寝てるんだよ、あの子はそういう子だよね、うん、飲み物もね全部無駄にしてるでしょ、残ってもね置きっぱなしね、ダメだあれバカは、あそこまでバカはね人間じゃない、人間だったらもっときちんと生きる、ダメダメあんなもん、ありがとう、こちらは何、マックスマックス、大女さん、ヨセさん、眠いかいって、少し眠い、うん、わかる、うん、眠い、うん、あの休憩っていうかね、みんなが散らかしたものいっぱいあった、俺片付けた全部、うん、カウンター全部置いとこう、どんぶりでもね、ああ味噌汁でもね、ケンタッキー食ったやつもみんな置いてある、うん、私全部片付けたよ、うん、物がいっぱいだようち、うん、
くなってきたで。何か目覚めのものあるかな。ねえだめ。目覚めはねえばよ。さっき明日の2000円ものが空いて困ったわよ。そうね。みーさん、ケーピーごっこありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。長トロ何大冒険隊配信してるの。今から大冒険してるよ。どうなん。あれ何これ、夏の長トロだって。何かこれ、これおじいさん、あれこれおじいさんだね、おじいさん。これ誰だかわかんない。これわかんない。おじいさんと信号だよね。何、梅橋広い。何、夏の長トロってね。いいコンビだね。ありがとう。この二人は本物だな。両脇が違うだっぺ。面白いね。面白いね。ありがとう。まるちゃん、笑うって。みーさん、ケーピーごっこ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。長トロ大冒険、配信してるの。今から大冒険してるよ。どうなん。まるちゃん、笑うって。マケリンちゃん、笑うってね。笑うよね。面白いね。ああいうの面白いよ。ありがとう。ありがとうね。面白いな。まったくね。笑うってね。今日なんかあったかな。お腹いっぱいだからな。もう食べたいと思わねえな。眠くなってきた。ありがとう。まるちゃん笑う、マケリンちゃん笑う。まるちゃん、おじい調子良くなったの。めっためしくんだよな。ね、すごいね。食欲あるよ。私よりよっぽど、ね、私よりあるね。まあまあ食ったな。ずいぶん。ありがとうね。まるちゃん、めった食べるんだ。食べるんだよ。でも飴だよ、飴。ね。めった食べるんだ。フレキオさん、
ヨセさん、うん、カパマルちゃん、あんまり入れてないんですか。うん、まあまあ寝てるかな。でも、うん、11時ね、15分ぐらいまで寝ないとね、うん、遅かったね、昨日もね、うん、だからね、ゴロゴロね、ちょっとゴロゴロやってくれば、うん、ありがとう、めった食べるんだってね、あまり寝ちゃうんですか。いやいや、まあまあ寝てますね。3時半でしょ。うちのやりっぱな。似てるんじゃないね。うん。ココアちゃん、ナイスポチですって、お疲れ様、ありがとう。チーズちゃん、クリをプレゼントした、ありがとう、わざわざ向いて、大変よ、手切ったら大変、眠いな。あ、チーズちゃん、クリオプレゼントってありがとうだよ。ありがとう、ありがとう。たま大丈夫かな。チーズちゃん、何の絵です食べてるんですか。うどんちゃん、チーズで、ありがとうね、眠って、マケリンちゃん、雨気をつけてくださいって、ありがとう、ありがとう、ね、ありがとうね、ともちさん、眠く、何雨舐めてんの、そう、
友知さん、よせさん、ナイスって、ありがとう。ありがとうね。電気エグ、おバカ。マケリンちゃん、雨気をつけて、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。トマチさん、ブタさん、ナイス、ありがとう。ありがとうございます。うん、おことなっちゃったよ。ちょっとだったね、悪いんだよ。夢見てた。開いて、なんか雲もねえか、眠くなっちゃったよ。開いていて、どっこいしょ。ありがとう。眠くなるね。そうだよ、うん、友達さん、よさナイスってありがとう。チーズちゃん、消えちゃった、ごめんね、眠くなったからねって、眠くなったってね。どうに作るん、まあそれはな、あれは寝るんだっけ、困ったな、眠って、トニー田中さん、ヨセさん、何時寝れるって、だいたい昨日までいい、ヨセさん、寝れる、アウトだな、回復しねえから今日は。キジンちゃん、おやすみ、ヨセさんってありがとう、ありがとうね、うん、ミュウちゃん大丈夫ですか、あーしね、いとしのアンナちゃん、ヨセさんまだまだ食うかっているから笑うってね、トニーデナさん、マスキン、ありがとう。マスキン、ありがとう。眠ってな。キティちゃん、大丈夫って。ありがとうございます。えき梅さん、メガホンありがとう、ありがとう。まるちゃん、すごく眠そうだって、そうだよ、眠いね今日はね、うん、ありがとう、ありがとうね。えき梅さん、メガホンありがとうございます、ありがとうね。
眠いな今日はね、すっごい眠い。夢し何あ、愛しのマリーちゃん肩もみしてあげたいよってありがとう。ポリコちゃん大丈夫って、うん、眠たいけどもうあとで言えばね書いてあると思うよ。ありがとうね。本当に眠くなったね。聞こう聞こうめい。いつからあなたが前に出すぎても。聞こうさ、はい。お花今入ってくるね。はい。うん、私さ寝ましょうかってね、ねえこんな寝まんけ冷めないってある、ゆみちゃんそして、うん、寝ましょうかってね、あゆきちゃんよせ寝ましたね、あね、逆流するね、今日はこの台本かってね、台本じゃねえよ、ケメリちゃん今日はこの台本ってもうじゃあ1ヶ月かかるよ、ね、眠ってえな、歌でも歌うかな、おしゃれが覚めるから、ね、台本のようにテーマになってますよ、笑って出たさ、ダメだこりゃってね、こりゃダメだって寝たい、眠い眠気が覚めてんだね、どうしたらいい。ありがとうありがとうね、眠気が覚めねえ、あのクソガキ、あの予定がデメネやねえ、あのクソガキよ、どんどん片付けろダンボールバカ野郎、なんだなんだこんなの、ありがとう。ありがとう。ボーさん、何つかさ、つかたちゃん、MP あげ、よろしくお願い、どうぞ、どうしましたって、なんだかわかんねえよ、MP って。あげ、よろしくって。レオとやろういるよ。あれ、レラちゃん、ダメだ、こりゃ。ダメだーって眠ってんのもしょうがねえで、うーうん、う
いちゃありがとう。使ったちゃ MC あげよろしくね。あげどうしたんってね。MP って何？うん、こうさ、ホテル出かけてるんだってさ、アメちゃん、なめて。寒いな。全然寒いんだけど、もっと強くする。足が寒い。ありがとうね。ちっと待ってね。足が寒い。どうしてこんな寒いの。ありがとうね。寒すぎるよ。話になんねえの。まったくな、何じゃな。ああ、大事だな。今日すげえ大事なんだけどな。なんでこんな大事なんだろう。わかんねえ、自分で。片付けねえもんな。みんな片付けてみりゃいいんだよな。私みたいにな、あっちこっちな、自分で散らかしたもんよ。いつも片付けねえよ、二人とも。くたびれる。まいっちゃうな、これじゃ。24度か。ありがとうね。どっこいセット。いやな、咳してないんだからね。あのクソガキ。ありがとう。ありがとう。あれださ、おーいって、取るさ、取れかと思って、怖いよって。取れたかと思って、お父さん笑う。あつかさ、母さん、息子さん、どこちょっと横になってってね。こうさ、暖房入れてないんかって入れてた。強くしてきた。強くね。強くしたよ。ありがとうね。リリン。リリちゃん、よせさ、寒くなってきたら。体調管理気をつけてねって、ありがとうございます。ありがとうございますね。うん、ありがとうね、うん、ああ。食いすぎだよ。ああ、疲れたな。うん、9時9分。ありがとう。ありがとうね。ああ暖房入れてある。顔べぽぽしてさ、どうしようもねえよ、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、死んだよ、顔がよ、うん、食ったもんがな、気持ち悪い、食いすぎて、今日は参ったな。だってフライド系、フライド、なんだっけケンタッキーなんつは年寄りが食うもんじゃねえよな。つかさあさん、なんか心配だよ。休んでってね。食いすぎて、かよって笑う。食いすぎだよ。もうさ、過酷な仕事だね。笑うってね、過酷だよ。過酷な仕事だっぺよ。疲れるっぺよ。ねえ。
えなふうにしてたよ、あんた。あっちだよ。うん、坊さん、過酷な仕事やで、笑うってね。ほんとだよな。どうしようもねってよ。キティちゃん、ヨセさん、いつもどこで寝てるの？私、自分、畳の部屋。あそこではなんだっけ、仏壇がある部屋だよ、あそこの横っちょ、一人でね、畳寝てるよ、新聞紙かけて、そういう生活だよ。汚くて、あのシーツも汚いから、私あいい汚いからね、ね、畳の方がよっぽどいい。そう、人生は過酷な仕事だよ。そりゃそれが楽しいんだよって。本当だよね、もう人生な、人生劇場だよな。村田秀夫さん、人生劇場歌う、歌いを目が覚めるよ。ありがとう、ありがとうね、村田秀夫さん、人生劇場、ありがとう、ありがとうね。嫌がると思えばどこまでやるさ、それが男。何ポンちゃん、信号、仮想通貨で、あ、大儲けって嘘でしょ、嘘でしょ、嘘じゃねえの、大儲けできた。うわーれーうーだよ、うわーれーうーって大儲けできたんかい。人生加速だな、本当に。マイルな、これはね、人生劇場エブボロ儲けか、お金返してもらった方がいいよって。本当に、儲かった、本当。クララちゃん、ヨセさん、大丈夫って、ありがとうございます。眠たくてね、休憩してくださいってね、さっきしたんですよ。あ、みんなの片付けてね、おいで始めたの。おいで眠くなっちゃったね。ありがとうございます。いとしのアンナちゃん、本当笑うだよって。ポーさん、ヨタばっかりだから、本当ね、ヨタよ、ヨタべえだ、ヨタの集まり、村田秀夫さん、お疲れが溜まってますね。ありがとうございます。司さん、なんでそんな山登るみたいに配信するってね。ココちゃん、こんばんは。ナイス感動って。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうね。ありがとうね。ありがとうございます。ポーテーチさん、まだ寝ないの。あつこめって、ありがとう。ありがとうね。まだみんな発信してるでしょ、みんな。私だけじゃねえと思うけど。ね、ポーテーチさん、こちら、あつこめさん、よろしかったら、ナイス。
お願いいたしますね。ありがとう。ありがとう。ね。ね。司さん、俺もフォローしたよ。最後になるかもしれないって思ってってね。そうなん、うん、誰をフォローした？ポテチさんね。ポーさんの M そうだよ。ポテチさん、無理しないでね。ありがとう。ひとしのアンナちゃん、450のアイスだーって、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ね。ありがとうね。ありがとうね。450か。ありがとうね。やっぱりな。ストーリーで。ダイスはきついなぁよ、きついなぁ、眠い時だってあるよな、人間な、人間眠い時あるよな、ね、あるよな、ずっとやってんだ一人で、二人は何もしねえよ、食ったまま忘れて